最新の情報を報告します。皆さん、読みがズバリ当たったようです。白姫で出現した霊の勢力が現れました。現在アマテラスは彼らの襲撃を受け、メインコンピュータも暴走しています。つまり混乱状態です。気になることがもう一点、彼らとは別の勢力と思われる所属不明艦が現れ、すでに彼らと交戦しているそうです。状況からして味方とは思えませんが、この勢力を警戒しつつ、私たちは敵の迎撃を行います。ネオジオンと旧ギガノスの部隊の姿も確認されています。彼らが何をしに来たのかは不明ですが、こちらも交戦は避けられないでしょう。敵だらけですが、よろしくお願いします。そうそう、今回の任務にはアマテラス守備隊の隊長スバル涼子さんも参加します。懐かしの再会というやつですが、事態は一刻を争います。準備を急いでください。作戦を説明するので聞いてくれ。作戦領域内に展開する艦隊に攻撃を仕掛け、敵艦を全て撃破する。方向指示に従ってターゲットの位置へ向かってくれ。もう一つ、作戦中域外に所属不明艦が確認されている。この艦はコロニーを占拠した勢力に対して砲撃を行っている。砲撃は作戦中域内を通過しており、これに巻き込まれたらかなりのダメージを受けるだろう。砲撃が来たら警告を送る。警告が出たら回避行動に専念するんだ。くれぐれも気をつけるようにな。今回母艦は前線に出ずに後方援護に当たります。思いっきり戦っちゃってください。出撃します。よろしいですか。知らねえ顔がずいぶん増えたな。スバル涼子だ、よろしくな。お久しぶりです、涼子さん。はあ、2年ぶり。元気そうだな。あ、ダメだ。アマテラスのコンピューター同士が喧嘩してるんですよ。もう何が何やら。でも少しは情報を覗けましたよね。はい、やっぱりおかしいです。公式の設計図にはないブロックの存在も、それにこの情報も。オソンジャンプ実験被験体リスト、やっぱり襲われるなりの理由。お前、人んちのシステムハッキングしてんな。非常時ですから。あ、ちなみに張本人はこのハーリー君ですので。艦長、ひどい。ん？ハーリー君、その表示は？え、これは警告メッセージ。
場にアクセスしてくる。とにかく今は発信を。遠方より重力反応。これはグラビティブラスト。目標確認。グラビティブラストに巻き込まれないよう注意を。こちらから警告を送ります。ネオジオンとギガルスの出な。だがグラビティブラストで応戦している勢力はいっぱい。さっきのクランキスに援護しているようでした。こんな時になんだがどうにも気な臭いわ。アマテラス内部からも敵勢力が出現しています。どうなってる。どうやら内部に敵の手の者が潜んでいたようで。チキチキ、こんなのありかい。当たり打ちを受けないよう注意を。ともかく全滅あるのみです。艦長どうしました。木蓮の敵、宇宙のあらゆる腐敗の敵、我々は火星の後継者だ。グラビティブラスト来ます。火星上から回避してください。根性を直してやるから。すまない。内部が占領されました。敵の動きが速い。内部の侵入者だ。かなり周到に計画された作戦のようだ。火星の後継者がアマテラスの占拠に成功した。各機周辺の掃討に当たれ。新たな敵艦を確認。敵を追っ払っちゃってください。来た。あいつもこいつもまとめてかかってきやがれ。この涼子様が相手だ。へい、先行しすぎです。所属不明艦のグラビティブラスト、さらに激しくなります。捕まえた。いや、僕だって必死に戦ってるんだ。なのにこっちはもう持たない。行かせるもんか。無理はするなよ。我々が優勢だ。当たりかけるわ。これくらい。アマテラスの13番ブロックに黒い機体侵入。13番。そんなの行かせるもんか。公式の資料にありませんよ。モニター出してください。黒い機体、内部で火星の後継者と戦闘開始。狙い撃ち。アキトさん、私だって。一
視野にて天津国まで伸びゆくは久々のごとく宇宙の螺旋。我々は火星の後継者の影、人にして人の道を外れた下道。まだ我らに復讐をするか、無駄なことと知れ。俺は必ず取り返す。これ以上お前たちに利用させはしない。あいつら何を話してる。ちょっと待て、ルディ見てるか。なんだよこりゃ。形は変わっていてもあの遺跡です。ミションジャンプのブラックボックス。ヒサゴプランの正体はこれだったんですね。へい、そう、行くわよ。そして今は我が手中にある。貴様を殺し奪い返す復讐者よ。女の前で死ぬか。なんで遺跡の中にユリカがいるんだよ。連邦にしてはなかなかやるな。この感覚、強化人間か。ニュータイプ専用モビルスーツ。このーさせないわよ。この無駄ものじゃない。敵がファンネルを射出したらロックを切り替えて撃ち落としてください。北進の部隊が目標の確保に成功しました。つかない連中だが手際は悪くないんだよな。味方です。標的を間違えないで。でーい、あんたたちも仲間同士なのか。そこ、我ら誇り高きネオジオンをクーデター勢力と一緒にするな。やらせるもんか。このみんなでやれば。このこいつで、どこだ。サクラエクステンション、シュート。頼ってちゃダメだな。行くわよ。くそ、撤退する。艦長、アマテラスの方に異なるタイプの反応。あれは電気、すぐに戻ってください。このまま追撃します。目標はベルクト。
目の前の敵に気を取られてベリクトに気づかなかったとは。しかし予測通りこちらにも姿を現しましたね。タルホさん、バルドのチャージは上がっているわ。あのアマテラスという施設から動力をいただいたってわけか。なんとも節操のないコソ泥だな。ハーリー君、ベルクトの動きは？地球に向かっているようですが、速力はこちらの艦の方が上です。十分に追撃可能な距離です。捕捉次第攻勢に入ります。皆さん準備しておいてください。星野艦長、こんな時になんだが、さっき起こったことを説明してほしい。アマテラスに隠されていたのは、過去に火星で発掘された遺跡ユニットです。このユニットの正体はボソンジャンプのブラックボックスです。これがあればいつでもどんなものでも自由に空間跳躍させることが可能になります。そんな便利な代物を敵が持ち去ったというわけか。そしてネオジオンと旧ギガン、火星の後継者という勢力が手を結び、それを利用しようとしているということか。予想以上にまずい状況だな。でもアマテラスで見かけたあの黒い機体は一体？アキトだよ。あいつは以前俺たちと同じナデシコのクルーだった。天下はアキトだ。その話はまた中でしましょう。今はベルクトの追撃が優先です。俺も一緒に行くぜ。仕事場もなくなっちまったしな。情報が入りました。火星の後継者の首謀者は日下部春樹、元木蓮中将です。かつて地球に敵対していた彼らが再び立ち上がり、ネオジオンらと手を結んだのです。過去の戦いで私たちは遺跡ユニットを宇宙の彼方に廃棄したはずでした。それがアマテラスになった理由。それはプラン自体が隠れ蓑として利用されていたためだと思います。火星の後継者と名乗る彼らは遺跡ユニットを密かに回収し、アマテラスに隠していた。そして実験を繰り返しながら再起の時を待っていたということでしょう。遺跡ユニットにはユリカさんが生体翻訳機として組み込まれていました。ユリカさんはこのナデシコ B の前身であるナデシコの元艦長だった人です。彼女とアキトさんはシャトルの事故で帰らぬ人になりましたが、事実は違っていたようです。 A 級ジャンパーである彼女を介することで生体ボソンジャンプを可能とする実験を行っていたのです。の存在が火星の後継者の戦力の増強を担っている事実は無視できません。次の機会には必ずユリカさんを取り返しましょう。先ほどの件によりバルドナチャージが大幅に上昇した。世に存在する様々なエネルギーをバルドナ粒子を媒介としてバルドナドライブに投入です。これでベルクトの狙いが裏付けられたと言えば、我々は何としても彼を止めないといけない。セーブしますか？